カイパー空中天文台は、STS-3 の再突入中に、コロンビアの下側の赤外線画像を撮影して、温度を調査しました。オービターは、高度 56km マッハ15.6で、飛行中でした。2005年7月28日の STS-114 中に、国際宇宙ステーションに接近する、スペースシャトルディスカバリー。 スペースシャトル熱防護システムとは、スペースシャトルオービターを大気圏再突入時の1、摂取650度の高温からシャトル本体を守るシステム。また、衛星軌道上における昼間の寒暖差からシャトルを守る機能もある。従来のアブレーションを使う方式と異なり再使用が可能なことが最大の特徴である。TPS は基本的に オービター表面全体を保護し、必要な熱保護の量に基づいて様々な場所にある7つの異なる材料で構成されていた。TPS の各タイプには特定の熱保護、対衝撃性及び重量特性があり、それが使用される場所と使用量を決定した。シャトル TPS には以前の宇宙船で使用されていた TPS とは異なる3つの重要な特徴がある。 以前の宇宙船は一般に再突入中に燃え尽きるため再利用できなかったアブレーション熱シールドを使用していた。この断熱材は剣道で信頼性が高く再利用されないことを前提に作られているため同じく再利用されない再突入体に適していた。対照的に再利用することを前提で作られているスペースシャトルには 再利用可能な熱保護システムが必要だった。以前のアブレーション熱シールドは非常に重かった。例えば、アポロ指令、機械船のアブレーションヒートシールドは、機体重量の約15%を占めていた。翼のあるシャトルの表面積は、以前の宇宙船よりも、はるかに大きかったため、軽量の TPS が重要だった。1970年代初頭当時の技術では、 必要な熱特性と重量特性を備えたタイルは密度が非常に低いためとても壊れやすかった。TPS タイルは手で簡単に破れてしまった。この構造の脆さが後のコロンビア空中分解事故の引き金となる。オービター103以降のオービター用の熱保護システム博物館の入り口でドアの近くにタイルを展示ディスカバリーの翼の下の表面は 何千もの高温再利用可能断熱タイルによって保護されています。オービターの内部構造は主にアルミニウムでできており、通常摂取175度の温度までしか耐えられない。そのため非常に効果的な断熱材を必要とした。再突入時の加熱は、旅客用などのジェット機に発生する通常の大気からの加熱とは異なり、大半が断熱圧縮による加熱であるが、これが tps の設計と特性を左右した。高速で飛行するジェット機の外反も厚くなることがあるが、これは大気との摩擦による摩擦熱によるもので手をこすり合わせて手を温めるのと同じ原理である。オービターは広い仮面を飛行する方向に向けて非常に高い向かい角を持つことにより鈍い物体として大気圏に再突入した。再突入中に オービターが経験する熱量の80%以上は、圧力と温度の間の基本的な熱、力学的関係に従って、極超音速機の前方の空気の断熱圧縮によって引き起こされる。機体の前に高温の衝撃波が発生し、ほとんどの熱を逸らし、オービターの表面がピーク熱に直接接触するのを防ぐ。従って、 再突入加熱は衝撃波とオービターの外角の間の加熱プラズマによる対流熱伝達が主だった。このタイプの加熱に対する再利用可能なシールドの鍵は魔法瓶が対流熱伝達を抑制する方法のと同じく非常に低密度の材料だった。機体前方のタイルと左翼の前端の拡大図。左下に機種ドアの角が見えます。 濃い黒一式のタイルは、まだ再突入していない新しいタイル。アトランティスのシリカタイル高温で再利用可能な、表面断熱材、ルシタイル。オービター上の正確な位置を示す、黄色のマークに注意してください。タイルはしばしば落ちて、STS-1 の打ち上げの遅れの多くを、引き起こした。最初のシャトルミッション、最初の1979年に予定されていたが、 4月1981まで発生しませんでした。NASA はプログラムの長い遅れに慣れておらず、政府と軍から間もなく打ち上げられるという大きな圧力を受けていた。1979年3月、カリフォルニア州パームデールのロックウェルインターナショナル工場からフロリダ州のケネディ宇宙センターまで3万1000枚のタイルのうち7800枚が行方不明になった。 不完全なコロンビアを移転した。NASA はプログラムの進歩の外観を作成するだけでなく、オービターの残りの部分が準備されている間にタイルの設置を終了できることを望んでいた。これは間違いだった。ロックウェルのティラーの一部はフロリダを嫌い、すぐにカリフォルニアに戻り、オービター整備施設は製造用に設計されておらず、400人の労働者には狭すぎた。 各タイルは、硬化するために16時間を必要とするセメントを使用した。タイルがセメントに貼り付けられた後、ジャックはさらに16時間所定の位置に保持した。1979年3月には、各労働者が一つのタイルをインストールするのに40時間かかった。夏の間に若くて、効率的な大学生を使用することで、ペースは労働者1週間あたり1.8タイルまで。 スピードアップした。何千ものタイルがストレステストに失敗し交換する必要があった。秋までに NASA はタイルの設置の速度が打ち上げ比を決定することに気づいた。タイルは非常に問題があり、当局は他の熱保護方法に切り替えようとしたが、他には手段がなかった。それはすべてのタイルなしで発行しなければならなかったので、ギャップは輸送中に、 シャトルの空気力学を維持するために材料で満たされていた。TPS は主に接着信頼性に関するシャトル開発中の懸念領域だった。一部のエンジニアは一つのタイルを取り外すことができる故障モードが存在する可能性があると考え、その結果空気力学的圧力は他のタイルを取り除くジッパー効果を生み出し、 上昇中であろうと再突入であろうと、その結果は悲惨な結果になるだろうと考えた。もう一つの問題は、上昇中にタイルに影響を与える氷、または他の破片だった。残骸は一度も排除されておらず、タイルは被害を受けやすいままだったので、これは完全かつ徹底的に解決されたことがなかった。この問題を軽減するための NASA の最終的な戦略は、 飛行間の地上に加えて、軌道上及び再突入前に発生する可能性のある損傷を積極的に検査し、評価し、対処することだった。これらの懸念は、NASA が STS-1 乗組員が軌道を下げる前に使用できる緊急用タイル修復キットの開発に重要な作業を行ったことが十分に大きかった。1979年12月までに、 プロトタイプと初期の手順が完了し、そのほとんどは、マーティン・マリエッタが開発した、有人操縦ユニットと呼ばれる特別な、宇宙修理キットとジェットパックを宇宙飛行士に装備した。もう一つの要素は、軌道の下の壊れやすいタイルに、無推進宇宙遊泳宇宙飛行士を確保する、操縦可能な作業プラットフォームだった。このコンセプトは、電気的に制御された接着カップを使用し、 作業プラットフォームを特徴のないタイル表面の位置に固定した。1981年の STS-1 打ち上げの約1年前、NASA は修理能力が追加のリスクと訓練に値しないと判断し、開発を中止した。修復ツールと技術に未解決の問題があったが、さらなるテストはタイルが外れる可能性が低いと示した。 最初のシャトルミッションはいくつかのタイルの損失を被ったが、彼らは非重要な領域にあり、ジッパー効果は発生しなかった。1979年3月25日にケネディ宇宙センターに到着した後、オービター処理施設にいるコロンビアでは、多くの欠けているタイルが見られた。3万1000タイルのうち7800はまだ取り付けられていなかったメイン記事。 コロンビア号空中分解事故2003年2月1日、スペースシャトルコロンビアは TPS の故障により再突入時に破壊された。調査チームは事故の原因は、打ち上げ中に泡の破片が左翼の先端の RCC パネルを戦死し、再突入からの厚いバスが翼に入り、内部から翼を崩壊させ、最終的に制御の喪失とシャトルの分裂につながったことを発見し、 報告した。スペースシャトルの熱保護システムは災害後に多くの制御と変更を受けた。彼らは宇宙へのその後のミッション打ち上げに備えて残りの3つのシャトル、ディスカバリー、アトランティス、エンデバーに適用された。ディスカバリーがコロンビアの事故に続く最初の飛行を行った2005年の STS-114 ミッションで NASA は TPS が損傷していないことを確認するために多くの措置を凍った。長さ50フィートのオービターブームセンサーシステムはリモートマニピュレータシステムの新しい拡張モジュールで TPS のレーザーイメージングを行い損傷がないか検査した。国際宇宙ステーションにドッキングする前にディスカバリーはランデブーピッチマニューバー単に360度バックフリップ回転を行い 車両のすべての領域を ISS から撮影することができた。二つのギャップフィラーは名目上許可された距離よりもオービターの下側から突き出ていて、機関は慎重に彼らが引き起こす暖房の増加を危険にさらすのではなく、充填剤を取り外すか、フラッシュをカットしようとするのが最善であると判断した。それぞれが3センチメートル未満に突き出ていたにも、かかわらず、 それらを残すと再突入時に25%の加熱増加を引き起こす可能性があると考えられた。オービターは下側にハンドホールドを持っていなかったので宇宙飛行士スティーブン・ケイ・ロビンソンは ISS のロボットアームナター平方メートルから働いていた。TPS タイルは非常に壊れやすいため車両の下で働く人はすでに存在していたよりも車両に 多くの損傷を引き起こす可能性があるという懸念があったが NASA 当局はキャップフィラーを放置する方がリスクが高いと感じたこのイベントではロビンソンは手でキャップフィラーを自由に引っ張ることができディスカバリーの TPS に損傷を与えない2010年時点スペースシャトルの廃止が間近に迫る中 NASA は TPS タイルを学校大学 博物館に寄付し、それぞれ23.4ベイドルを支払った。7000枚のタイルが先着順で利用可能であったが、施設ごとにそれぞれ一つに制限された。ありがとうございます。